ティモンディの人生キャッチボールこの時間は患者さんのために今できるすべてをアムジェの提供でお送りします始まるぞ おはようございますティモンディの前田とおはようございます高岸ですティモンディの人生キャッチボールこの番組は情報を容易に得ることができる現代においてもまだ知られていない疾患や誤解されている疾患があり周囲の理解が得られない中で病気と戦っている方もたくさんおられます そのような患者さんやご家族の声を聞き多くの人たちにも知っていただけるような発信をしていく番組です人生は山あり谷あり一緒に会話のキャッチボールをしていきましょうゲストは引き続き三重肺がん患者の会所属松本光一さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで、えー、55歳の時に松本さんはステージ 1B の肺がんだと診断されて手術を行い右肺の3分の1を切除した松本さん現在も会社員としてお仕事をされています 今、お仕事や日常生活で、ちょっと大変だなっていう感じるもの、どこら辺にありますか?。はい。今は日常生活で、特に苦労するということはありません。ああ<ー>、<laughs> ね、ありがとうございます。え、ただ、あの趣味で、あの、自転車ですね。ロードバイクに乗ってるんですけれども。うんえー その時特に坂道ですね。坂道に差し掛かると、う息がそうです。息が切れやすくて。あでも、なんか、そこまで痛くなるとかはもうない,です、ねない。ないですね。うん、で、だから、ヒルクライムは難しいんですけど、平地だったら走れるかなって。 結構でも昼くらい難しいってハードめに登る登り方してますね。<laughs> <laughs> 誰でやっても息切れると思います <laughs>。なるほど、それはそうかもしれない。<laughs> なるほど、確かにそうですね。あ、だからその自転車で坂道登っていくのと、あとは歩いていてもですね。はい、あのやっぱり坂道息切れて、で特に人と話をしながら登っていくと、うん、やっぱりワンテンポ遅れて急に。 息が上がるんです。そうなんですね。<ー>だから、今年の春、あの妻と一緒に軽い登山をですね。山登りをしてて、10分ぐらい、あの歩いて、話しながら歩いていったら、急にもドスンと来て。<ー>もう、あの歩けなくなって、ちょっと休憩した、というぐらいのことがあります。なるほど。<ー>まあ、そういう体の変化みたいなのは、まだあるってことなんですね。はい。ど、は、う、い、でもどうなんでしょうか。あの病院には未だに通われているということなんですけれども。はい。特に。 気をつけてることって何かありますか日常生活でそうですねあの病院の方は二ヶ月に一回定期的に行っていろんな薬をもらうあとはあの僕単身不妊なんですけども<う>会社の単身不妊の,あの量が部屋が5階なので、はい、その5階まではエレベーターを使わずに歩いて登ろうと息切れちゃいます息が切れるんですけども <laughs> だから登りきると五分ぐらいゼーゼー言ってるんですけどもああ だんだん楽になってくるんですね。これもだからやっぱり続けとくべきだなとは思う、うん。どんどん鍛えられていってるわけです、ね。そうですね。体の機能を上げようとか、うん、ですね。とすねあとはあの手術の前に管理栄養士さんのあの面談を受けなきゃいけなくて、その時の僕の食事を あどういうものを食べてますかっていうのを言ったらあの炭水化物ばっかりですね。ああまあ美味しいですからね <laughs> そうそうで。<水>で例えばおにぎり2つお,お昼にコンビニで買って食べるんでもサラダを1つつけてくださいと言われてなるほどと思ってまあそれぐらいのことはあの気をつけるようにしています。なるほど食生活もっていうことなんですね。ちなみに松本さんは三栄。 肺がん患者の会に所属されていらっしゃいますがどのよううな活動をされているんでしょうか、はいえー、手術をした翌年2016年からです、ね、あの三重肺がん患者の会に行っています、はい、でこれは2ヶ月に1回患者さんが集まって、まあ、おしゃべりするという会なんですけれども、うん、毎回十数名ほどが参加されてまして別に予約しないといけないとかそういうんじゃなくて。 時間が空いてたら来てくださいと。となので、毎回違う人が来たりするので、毎回自己紹介をしてます。なるほど、<laughs> <laughs> 私はステージいくつです。いつ手術をしてとか。今こんな薬を飲んでてそうすると。 特に初めて来た人なんかそうなんですけど、ずっと不安に思ってるとか気になってることをみんなに質問すると、みんながそれに対して答えてくれるんですね。うん、だからみんなに聞いてみんなが答えるっていうことをずっとやってます。うん、こう共有できるし気持ちも分かり合える会、ね、だってこと。はい。若い人から三十代とか四十代の方から七十歳ぐらい、八近い方までいらっしゃいます。ちなみにあの松本さんの中で意識が変わったものっていうのなんかありますかね。はい 僕はその5年生存率というのをずっと気にしてて子供がまだ小さかったりですね今死んだらどうするんだろうとかいろいろ思ってしまったので5年生存率5年後生き延びられるとかっていうすごく気にしてたんですけれども分かったのはそれは僕以外の僕より前の患者さんたちの数字なんですね。<ー>そ,<う>そうなんですだかかららこれからは僕が がん患者なんだからその五年生存率を僕自身が上げればいいじゃないかなるほど記録を塗り替えればいいじゃないか僕が当事者なんだから僕五年生存率を上げていくのは自分なんだというふうに意識があってその奥さんが頑張ることでこれからの未来の患者さんを救うこともできるそうですねで僕より重篤な大変重い方々がいっぱいいるんです周りに患者会に行ってそのことがよくわかったんですねだからその人たちにとても励まされてます なるほど。じゃなんかあれですね。もう医療もどんどん進歩してるから、僕が僕たちが上げていくっていう、なるほど。<ー>そういう意識なんだ。<う> <laughs> 詳しいですね。ありがとうございます。いいありがとうございます。こちらありがとうございます。ということで来週以降も松本さんにはお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 この番組では病気を経験したリスナーさんから闘病中に励まされた曲や大切な曲などリクエストや感想メッセージをお待ちしておりますメールアドレスはティモ timo.abc1008.com ティモ o の綴りは timo です今週はこの曲を聴きながらお別れです竹内マリアさんで元気を出してティモンディの人生キャッチボールここまでのお相手はティモンディの前田と赤城 C でしたこの時間は患者さんのために今できるすべてをアムジェン の提供でお送りしました。終わ